いやー、くんのおかげでだいぶこういうタイミングで生きながらえるようになったけど、生きてるだけなんだよな。この発明品どうよ。プンプン。ただ突っ立ってるだけ。うん、ただ突っ立っているだけ。私服、私服の防寒。いや、ここ2週間のヤンマガをちょうど読んでないからわかんねえんだよね。すまん。マイコンケアしてると大体進化でめちゃくちゃにされるから嫌い。ドッペルギャングスター、ボグチャムプ。ドッペルギャングスターだ。ドッペルギャングスターだ、ほんとだ。ほんまや。ドッペルギャングスターじゃん。こんなところにいたのか、こいつら。ヤンマガの落書きみたいな漫画なんなんですか？あれ？なに、ちぎれない人みたいなやつ。なんだろうな。全体でアーマーボリボリのエリーズ想像したら増えた。ファブルの話全部させろ。三人に見えるか。ん？悪魔ついてるから上位互換だぞ。なんかね、そう、これを使わない理由をさ、結構説明したいんだけど、その、エリーズループ、エリーズでファティーグループしたときに、これ一枚残ってるだけで結構違うんだよね。クンを捨てた後のエリーズループの中に、これを一枚挟めるだけで、結構臨機応変に立ち回れるから、いらないときには使いたくないんだけど、もしかしたらこれは使わなきゃいけないタイミングだったかもしれない。っていう話ですよ。っていう話です。マジで精神支配騎士さえいなければこのマッチ勝てるんだけどな。ファブルどうなんだろうね。なんか2週間見てないけどそろそろ終わりそう。選択の当たりは？選択の当たりは結構ある。よくある話ね。大切な話。8点。死ぬ。普通に考えたら死ぬ。しかし、ま、未だ光らず。まだ光んねえのか。まあ、セナリウスか。この勇気の大地を汚そうとする者は誰だ？チューコスの光ってるやつ行きますか。死んだら死んだ。いや、まあさすがに挑発立てないと死ぬから、まあ多分ほぼ死んでると思うけど、生き残るにはこれしかないはず。TC130 精神変電機作動開始。ブカレストのクエドルは何を入れた方が一番多かった？銀行家だね。あ、マリドルを使ってる人たちはみんな死んでいった。銀行家1枚入りのリストが結局強かったんだね。まあ、銀行家1枚入れるだけで、なんかウォリコンとコントロール系のデッキにまあ勝てるよりではあったんだけど、ウォリコンがロアハッカー入れたからそこのところは結構絶妙だったんだけど、まあ多分一番成績残したのはそれだね。銀行借りのリスト。銀行家もいざとなったら使うって感じだもんね。そうだね、あくまで保険だからな、銀行家は。それは間違いね。
面白いかも。いかにも。使ってもいいな、ぶっちゃけ。使わんとこう。そろそろさすがにゼフィさ光ってほしいな。あとファウリスも捨てたいから使いてえな。保険かけとく。剣かけとく。プレイの一貫性。プレイングの一貫性を大事にしていこう。サージャー君こんな。サージャー君こんな。しかもサージャー君ってさ、このデッキ割とこのデッキの中核を担ってる部分だから、彼が来ないのはしんどい。だと投げるタイミングないっすね。笑。サージャーがいればねあるんだけど、ねえんだよな。で出せるタイミングあるんだけど、そのタイミングは。基本テックケアをしないといけないからしんどいね。なんだクロム中途半端にヘルス4が多いな。ファウリス王はゴミになるタイミングがあって扱いに困る子。光った。光はしたけど、矛盾だらけだわ。明快。面白いかも。でか。力は様々なさ。フレーム。地獄の炎。いかにも。ここは使わないという選択。ここまで来たらほぼ負けなんだよね。アオリス王、笑。こいつがクソだからな。まあ強いは強いんだけど、頑張ってはいるんだけど、頑張ってるだけだな。こいつで取れなかった分のボードがここに来てきてるね。シャーマン強すぎる。リグレジュムプ。まだ進化1枚残ってるって考えると絶望的だよな。どうするか。努力だけじゃ評価されない。青汁ジュムプ。こんなシャーマンキング。昔すごかったサッカー選手みたいな立ち位置になっちまった。
これで 100% 負けになったな。シャドック、クリスタルパワーも一応あるかな。いやーきついなー、まあきついよなー。ちょっとクエドルは無理なのかもしれない。これをされてしまうと。え、何一緒にしたい？そいつに一生動画編集させたい。俺は遊びたい。そいつに一生動画編集させて飯作らせて買い物行かせて俺は家にいるよ。一人はパチンコ、一人はハス。クローンも同じこと思ってるよ。でお互いが争い合うのか。そのうち俺が本物だって襲ってくるぞ。のび太と一緒で喧嘩しそう。そのうち殺し合いになるぞ。ジェミニマン明日公開なのにすでに飽きられてるのくさ。あ、ジェミニマン明日なんだ。クローンが本物になろうとするぞ。二人いたら休日が二倍になるな、ジェミニマン。どうしよっかなぁ。もう映画の時間分広告見たな。休日増えるけど出費も多分倍になるぞ。二人いたら金が減る量も2倍。ウィル・スミスのネガキャンだろ。クローン青汁の方がツイッターフォロワー数多いぞ。ツイッターのフォロワー数が多い方が本物になりそう。クローンの体になっても毎日大変。次は力だ。授業が始まるわ。先行サージャーは返す形でいきましょう。あ、帰ってきちゃった。ファオリスをいらねえんだけど強えんだよな。なんかミッドレンジとかアグロタイプのデッキに受け切った時にファオリスで試合を決めるっていうのが多いから抜けねえんだよな。これ27のロバタ祭の時サインと写真撮ってもらってもいいですか。みんなで青汁を狙う。いいですよ。青汁が最強だからだ。青汁は最強ではない。主年の青汁近日公開。主年の青汁のサインでも握手でももうハグでも高い高いでも何でもしますよ。青汁最強。アズブラザール。このターン出てくる巨人が返せないよ。来い。無駄ボケ。上にサインください。全部お願いします。青汁捕らえる。なるほど。なんか久々に見たな、そのデッキ。青汁キッス、でも。青汁キッス。カッパプリで、一緒にドラゴンフラッグやりたいです。きついなぁ。頑張ります。あ、ウェイカーの方かと思った。肩車下もらった状態からフランケンシュタイナーしてもいい？まあ、いいと思います。いいんじゃないでしょうか。ナーフ前、実質コインルナボケ。こちらはアズパッ。リングヒットアドベンチャー、対処にお願いできますか。あ、なんかリングヒットアドベンチャーレッドワンが買ったらしくて、レッドワンの事務所に置いてあるらしくて、いつでもできるわ俺。
組体操のサボテンお願いできますか。やだよ、やりたくねえよ俺サボテン。くだらん。ゼロ目でリンク配信してください。お、エンペラーがいるぞ。なんかエンペラーいるんだけど。受けるつっぴょ、ルル。ポグチャムプ。インチキ。青汁チャムプ。犯罪。頭バカになる。バカになるカチカチ侍。やっぱサオリス最強やな。でもエンペラー以外弱め。シャドフレか。ポグチャム、ポグチャム。ナーフ参りよ。なんか久々に見たな、ゼロマナの巨人。アングからワイルド出るのオップ。これは王の帰還、割とあっさり返されたな。アホみたいに綺麗に帰ったな。ロクガチャ今かなり強いんだよな。あっさりあさりの。1枚ぐらいアヌビサスいけるやろ、ノッカーを。よし、強いなぁ。やび。やび。力はさまざまな。スワイプが一番いらないか。この砂が尽きちゃうわ。これ絶対2体だよね。しんどいんだよな、それ。よくやられがちなんだけど。ドルイド相手のバランスはやっぱ強いよな。将来、アレク。ゼロマナアレク。イワシ。イワシだよな。あなたは私の手の中。やめてくれ。やめてくれー。バー、なんでそこが割れる。はっ。笑って、笑、うん、青ビュー一面テーブロケ。青ビュー無駄を。